皆さんどうもこんにちは、メントスです。今回は初心者だけどチェイスがしたい、そう思っている方もたくさんいらっしゃると思うので、私がメントス的おすすめパークを選んでまいりました。というわけでこちらをどうぞ。ドン、あ、間違えました、すいません。はい、しなやかです。しなやかである理由はですね、全力疾走やデッドハードがある中でなんでしなやかやねんっていうね、思ってる方いると思うんで説明させていただくとですね、デッドハードはタイミングが難しい、全力疾走はなんか関係ないとこ走ってまう、そんな無理やっていう方いらっしゃいますよね。なぜなら私が最初そうだったから。というわけで個人的にはこのしなやかをおすすめします。しなやかはですね、まあ高速乗り越えを行うと、まあ板とか窓枠ですね、走って飛び越えると発動するパークなので、まあ、割と発動させやすいので、まあ、他にもねあるんですけど、まあ、個人的にはこれがおすすめです。そしてオフレコ、やっぱりねフックに吊られたりねすること結構あれじゃないですか、やっぱりねやってると。なんならもうフックに吊られるのが初心者のね最初のお仕事みたいなとかあるんですけど、まあ、今回ですね、そのオフレコというパークですね、自分がフックから救出された場合や、まあ、自分でフックを抜く場合、まあ、結構レアなんですけど、まあ、抜くこともあるじゃないですか。でそういう時に役に立つパーク、これがですね、オーラが8秒間敵から見えなくなるプラスうなり声もならないと、そして殴られても我慢のステータス、要は一発だけどんな攻撃も耐えますよというステータスはですね、80秒間モテるんですよね。無茶強。ただですね、これ注意しないといけないのが、自分を回復したり宝箱開けたり発電機を触ったり味方を回復したりすると効果がなくなってしまうのでご注意ください。あとね、深手状態になった場合ね、一定時間でですね深手状態を直さないと自動的にダウンになってしまうので、ここでも気をつけてください。はい、そして Windows of Opportunity、 こちらですね、もう最初ね、やっぱりそのチェイスやる上でね、一番困ることって何ですか？そうです。今、あなたの心の中に今、問いかけていますが、そうなんです。板が分からへん。窓枠どこか分からへん。ありますよね、そういうこと。めちゃくちゃあると思う。めちゃくちゃある中で、なんとこの Windows of Opportunity、まるで魔法のようなこの言葉、32メートル以内のパレット、赤い可能な壁、乗り越え障害物オーラを見ることができるという、もうこれこそまさに初心者にいっちゃんおすすめパークなんちゃうかなと思います。まあ、チェイスしないよって人からするとね、まあ、いらないんで、今回はチェイスする初心者におすすめしたいパークの候補のうちの一つとして今回入れさせてもらいました。これめちゃくちゃおすすめです。まあ、初心者じゃなくても全然おすすめなんですけど、このパークむちゃ強です。そして4つ目のおすすめするパークは警戒であります。このパークはですね、殺人鬼が破壊アクションを犯し、例えばですね、板を壊したりとか発電機を蹴ったりした時にですね、5秒間キラーが何をするのか見えちゃうんですよね。でそれによってキラーが向こう行ったりあっち行ったりするのを確認することで、キラーの行動を予測して動くことが可能となっているので、こちら今回おすすめであります。では早速この4つのパークを使ってフェイスしていこうと思います。はい、それ今回はオーモンドエヴァのリゾートで先ほど紹介したパークでしっかりと買っていくことです。見てください、この Windows of Opportunity によってしっかりと見える。これさあ、そうしていきましょうか。そしてこれさあ、早速ネメシさんがやってきました。どこ行こう、窓枠ないと困ると思うじゃないですか。大丈夫です、今回は窓枠あります。さあ、そしてここでしっかりと見えている状態で、はい、これ第一の窓枠で、そして逃げていく。そしてまた困っている。さあ、しかしここで、はい、また逃げていく。そうなんですね、こうやってね見ている状態でしっかりと確認、そしてサステインをですねしっかり確認してですね、こう逃げていきながらもう一回見ていって、もう一回していく。窓枠をこうやってさせてみますよね。で見えたらもう一回こっちで飛んでいく。でここで窓枠が塞がれてしまったので、今回はこちら、はい、走っていく。でこちらしっかりさせて確認。
サスティンはしっかり隠してください。赤いのがですね、キラーの視線です。キラーがどこにいるか、しっかりと確認しながら、そう、この距離感です。この距離感をしっかり見てください。こういうのをちゃんと見ておかないと、キラーがどこ行ったかわからないんで、まあ、実際これ追う必要がないんですけど、まあ、大体あれくらいの距離感で追いかけていってもらえるとですね、大体の場所がわかってます。そして、まあ、問題がなかったらですね、まあ、破線機をね、速やかに修理すると非常にいいと言われています。では、直してまいりましょう。そしてですね、お、落ちません。戻ってきたんですが、さあ、これ直しきっていって、さあ、来ました。そう、もう一回来ましたね、ここで。はい、ここで。後ろがいますね。さあ、キラさんのことをしっかりと見て、で今回は通り抜けと、ごめんなさいね、OK。で、ここでもう一回見まして、はい、しっかり見ていって、つかず離れですね。あんま離れすぎてもね、ちゃんと敵の数が見えないので、はい、そしてもう一回サスティンを見てですね、はい、こうやって、ちゃんと赤色ですね。まあ、上手い方はね、こうやってこう、パッて隠したりするんですけど、まあ、なかなかね、サスティン隠すって難しいですね。やっぱ前向いて走ってますからね、体験の場合は。なので、こうやってですね、キラーがどこにいるかっていうのはしっかり確認して、また動いて、まあ、音を立てずに行ったりとかするとですね、こういう感じ、いいんですが、ただ、ネメシスの時はですね、ああいう感じでゾンビが横に行ったりするので、あまり同じ場所に行ってですね、まあ、ゾンビにしばっかりとするので、まあ、ここはちょっと様子見しながらですね、あ、向こうのかなって思わされるんで、まずこっそり窓枠。まず入れろって、狙ってはいるんですが、ここは、はい、飛び越えてですね、はい、反対側ですね、はい、飛び越えてですね、ま、どうせまた心にやろうって来るんですけど、はい、もう一回こちらの方に行きます。で、足を立ってですね、させ見られるときは、またこんな感じで、反対方向ですね。やっぱりもう常にやっぱサスティンを見るかっていうのが大事なんで、はい、そして同じ行動しないことですね、やっぱ同じ行動するとですね、キラーもですね、あ、またどうせここやるんやろって言って見ちゃうんで、あえてここは、同じとこ移動せずに、まあ、ちょっと多めにくるくる回る形ですね。はい、回っていい感じですね。そしてここですね、はい、前にですね、ゾンビがいるので、一回ここで倒しておいて、走ればいいですね。まあ、キラーに戦うより、ネメシス戦はですね、こうやってゾンビに戦った方が得なんで、ワクチンですぐ回復するんで。で、今の中赤く封鎖されたのが、警戒のスキルですね。すごくいいですね。そして体がですね、青くなったらこうやって箱ですね、ネメシスの場合は、はい、これ広げてワクチンを打つと、はい、あとは直していって出したら終わりです。しかもね、これ何がいいかって、しなやかと警戒が両方ともフェンミンのパークなんですよね。つまりフェンミンを最初に育てると、それだけで私がおすすめする初心者用パーク2つが手に入ってしまうんですね。だからこそ今回ね、おーっと、いましたね、あ、いましたね、今警戒のパークですね。ああいう感じで、キラーが特にかとか分かりやすいので、まあ、非常に見やすいと。そしたら安心してね、発電機を回せたりするので、なのでおすすめなんですよね、これが。あとはもう、ゲートを上げて、まあ、速やかに脱出するっていうのが今回もいいですね。え？なんか遊んでますね、ちょっとね。あ、向こうですね。で、ちょっと味方がね、危ないかなと思って心配になったりもすると思うんですよ。その時はちょっとですね、味方の方に寄ったりしてあげて、まあ、救助してあげたりとか、まあ、肉壁する準備をしてあげると、なかなかにいいプレイができることが多いんで、まあ狙ってみてあげてください。はい、こうやって相手ですね、はい、ちょうど相手に入ってあげる感じですね、こうやって、はい、こういう感じです。その感じで一発だけ受けてあげたりするとですね、まあどうしてもキラーって一発叩いた後に動きが一瞬止まってしまうんですよね。なのでそれによってまあ逃がすことが可能となってるんで、はい、で、逃げていきましょう。今回ですね、はい、
オフレコを使うことはなかったんですが、このような感じでキラーの目線ですね、しっかりと確認しながら逃げることが非常に大切だと思います。サステインを隠してくるキラーとか来るとですね、もうどないすんねんこれってなんですけど、その時はですね、心と心の戦いをすると思っておりください。それではまたよかったら皆さん、ミントでした。またね、バイバイ。次回は隠密編でお会いしましょう。お疲れ様です。良ければチャンネル登録もお願いします。 See you!